ジョセフ・ハレット・バッテンは東インド会社カレッジの校長。ペンザンスに生まれ、ブライトンで没した。バッテン家は長くペンザンスの有力な商家であった。バッテンはロンドンのセントポールズスクール、トゥルーロ・グラマースクール、ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジで教育を受けた。1801年にはトリニティ・カレッジのフェローとなった。1805年。 バッテンは新設された東インド会社カレッジに古典文学の教授として迎えられた。バッテンは1807年7月4日にキャサリン・マックスウェルと結婚した。1815年1月18日にバッテンがカレッジの校長に任じられるまで、夫妻は子供たちと共にハーティングフォードベリに住んでいた。校長に就任して間もなく、バッテンは勅命により、 名誉神学博士となった。1816年、バッテンは王立協会フェローに選出された。バッテンは死去する直前に身体不随に陥るまでカレッジの校長宿舎に家族と共に住んでいた。ありがとうございます。